はい、どうもこんにちは、シーサーです。今回もですね、スマホのゲームプレイしていきたいと思います。こちらのゲームは、荒野行動を作ったテンセント、出した新作ゲームになります。こちらベータ版にはなりますので、まだね、完成度は低い可能性は十分ありますので、ご了承ください。ということでやっていきましょう。なんか絵がすごいですね。マトリックスみたいな感じですね、パッと見。で、画質は今までにないぐらいの高画質というところですね、まず画質いいですね。まあ、今回女のキャラでいきます。ゼロという名前ですね。すごい髪型もいろいろ選べれるみたいですね。この中だと、あ、でも結構選択肢ありますね。まだ下にもすごいいろいろ選択肢がある。これ化け物みたいじゃない？これ化け物ですね。ここら辺もちょっとホラー感ありますね。ちょっと橋本環奈ちゃん風に行きましょうか。で、何ですかねこれ。顔のパーツも結構細かく決めれますね。今までになかった機能ですね。荒野行動でもここまでの顔選択はできなかったってところで、目も細かく変えれますね。なんかシャリンガンの目みたいだね、これ。さあ、あとは目の色とか、眉毛の色も変えれますね、細かく。メイクってところはすごいね。本当に細かく。メイクもすごい自分好みにできるみたい。白とか入れることできるし。いや、すごいね。なんかメイクまでいじれるってすごくない？いや、なんか今までにないぐらいの、ここまでなんか細かく設定できるっていうとなると、やっぱもう人と被らなくなるし、いいですよね。髪も、あ、前頭部は色変えて、後ろのところはまた色変えるみたいな。すごいね、色をなんか変えれますね。多分ツートーンにできるってことなんじゃないかな、これ。ではやっていきます。もうなんか始まる前からすごいなんかワクワクしてきた。いや、今までにないほどのね、荒野行動の完成度って感じですね。さあ、始まりました。なこのロボットなんでしょうね。ここでは、自動射撃ロボットのスキル、戦闘スキルを学びましょうということで、ロボットのスキルってなんでしょうね。あ、なんか人が現れましたね。これは基本的に荒野行動 PUBG と基本的に操作は一緒ですね。なるほど。操作は一緒ですね。ここら辺のところは。なんか武器がでもちょっと近未来的な武器使ってますね。なんだこの武器。なんか掃除機みたいな武器あんな。何この掃除機みたいな武器。なんかやばくないこれ。何これ。何やばいでしょこれ。なんだこの武器。レーザービームみたいなの出るね。とりあえずとんでもないぐらいの、なんか武器じゃないこれ。見てこれ。レーザービームみたいに出てるからね、これ。いや、強すぎでしょ、これ。どこ撃てばいいんだろう、これ。建物みたいな破壊できんの？うわ、すごっ！なんでしょう、これ。箱がありますね。物資かな？なにこれ。重火器コア。なんだこれ。あ、なんかついて、なんか壁みたいのが できたんだけど。なにこれ、守ってくれんの？そしてすごくない？今の見た。なんだろうこれ、すごくない？このバトロワでもなんかこんなに俊敏に動きながら戦えるっていうのはまた面白いですね。さあ、始まりました。これがロビーなんでしょうかね。いや、かなり画質が綺麗ですね。今までにない画質ですね。で、同じくソロ、スクワット、デュオなどありますね。とりあえずちょっと訓練所の方行ってみましょうか。さあ、来ました訓練所。まあ、どこか PUBG のような感じがありますけども、あ、車もあるね。さあ、武器もかなりありますね。なんか何がいいんだかよくちょっとわかんないんですけども、あ、でもスナイパー的なのもあるみたいですね。スナイパーもあるし、これ多分あれショットガンですね。グレネードがあって、まあ、ここら辺はいつも見るやつと一緒かな。で、これがサブマシンガンで、これは普通に AR っぽいですね。なんだろう、この近未来的な車。やばいね。あ、でも車も見てこれ。なんかすごい車いっぱいある。なんだろう、この車。なんかすごいね。今までにない車がいっぱいありますね。あ、車の操作も基本的 PUBG とかと一緒ですね。PUBG 荒野行動と全く一緒の感じになってますね。スピードもかなり出るな、これ。グラフィックがかなり綺麗ですね、そして。
わあ、すごいいいですね。では実際に実践していきましょう。ロボットスキルとは、ロボットスキルを戦闘中に使用するには準備エリアに入る必要があるということで、何なんでしょうね一体そのロボットスキルっていうのは。でここが待合室ですね。最初の100人揃うまでのロビーということで、こちらのゲームも100人になるまでのバトロワということで、で今までになかったこの機能がありますので、まあ避ける機能も追加されてるから、かなりちょっと戦いが大変なのかなって感じ。あ、今までなんだろうこれ、すごいですねこのロボット。なにこれ、え待って、手元から車出せれってことこれ、すごくないこれ。え、車出したってことだよね。あ、すごい、車を出しましたね。あ、ポケットから車を出すことができるっていう、またすごいね機能が。さあどんな飛行機、なんかすごくない、スタートがまたなんか近未来的な飛行機ですね。なんかさあ、マップはでも何かね、すごい特にすごい変わってるなって感じではないんですけども、さあ降り方だよね問題は。どうやって降りるかだよ、これすごい気になるところ。まあパラシュートではないもので降りるんじゃないかなと思うんですよね。で降りました。うわこれですか、なんかどっかで見たことあるような気もする。そして自動ボタンを押すと自動で進んでくれるところもすごく便利。ただちょっとなんかフォートナイトをちょっとなんか真似してる感じもあるっていうのはやっぱちょっと隠せれませんね。いやなんかベータ版とは思えないほどの画質ではありますね。さあ武器が家の中にあるのかな。さあ急ごう、置いてありますね。で医療キットいいですね。 SMG サブマシンガンの弾かな、いいね。ライフルの弾欲しいですね。この粒子キューブっていうのがなんか今までになかった要素ではある気がしますね。ちょっと隠れれるのかなこれで。さあこれで隠れるとなんか足音聞こえますね。避けれるからやっぱ違うな操作が。 OK 上から銃声してる。うーんこっちか、またまたまた2人いんのこれ、やっかやっかやっか。よしよしよし、相手の物資の中覗いてみよう。粒子キューブめっちゃ持ってますね。さあ回復しましょうか。すごいね回復の仕方も。車作っちゃおう、車作って乗っちゃう。これはいいね。でもねアンチ死にがほぼほぼなくなったってところはいいですね。自分で車作れちゃうっていうのはまたちょっと違うね。今木破壊したんだけど、木破壊できんのこれ、木破壊できんのすごくないこれ。木あったら木ぶつかっちゃえばいいってことでしょこれ。やばいねこれすごいな。でも前がすごいもん、前輪がやばい。前輪がいましたねあそこに。しっかりとキルしましょう。 OK、 あいいですね物資。てか見た目はそんなに変わった感じしませんね。てか物資があったらいいんですけど、物資がちょっと見当たらなくて、物資がちょっと欲しいですね。雷みたいなのが爆撃、ちょっと危ない危ないって、危ない危ね危ね。さあ物資が投下されたということで、やっと物資のマークがつきましたね。これは取らないといけない、これは取っとくべきものだね。今までのあれは爆撃エリアだったってことですね、あの赤いやつは。さあ物資落ちてきた、あこれは相変わらずあの物資って感じですね。さあ取っていこう。デトロイトというなんかとんでもない武器を持ったみたい。よしよし、また、いや撃ってくるねこれ。やっぱりこっちから撃ってきましたね今。あいた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 、よし引いた、よし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 、オッケー。車で引いてキルする、初のね。これはちょっと嬉しい。これが多分さっきの物資アイテムで、物資アイテムがこんな感じ。やばいよね、グレネードのなんかレーザー版みたいな感じですね。この上とか上がれないのかな、ちなみに。まあさすがにこの上とか無理だよね。いけるんかい、この上いけるんかい。待ってこれいけるんとは思わなかった。ここやべ、バレた、これバレたくさくない。よし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 、オッケー、オッケー。この物資キルっていうね、いや嬉しい、この物資キルできたのはいいですね。これまた物資じゃない、また新たな、これ行きたいね。これ2つ目の物資でしょだって。
取っとくしかないでしょ、これは。火炎放射切る。さあ、火炎放射切る。あれ、まだ死なないね。おっと、火炎放射切るしたいんだけど。意外と火炎放射切る弱いのかな、これ。弱そうだね。弱そう、これ。これ弱いね。火炎放射よかったね。そして最後の最後がいっぱいいるじゃねえか。OK。さあ、あと一人。あと一人どこだ？あ、いたいたいた。OK。よし、OK、ドンカツ。ありがとうございます。シーサーの勝ちということで、15キル。いや、すごいね、これ見て、最後のこれ。かっこいい。最後のこの、いやー、1位取りました。かっこいいですね、終わり方も。またこの背景もかっこいいですね。1位ということで、ドンカツ無事取りました。ちょっと確認、ちょっとやってみようか。されてたパターン。これ撃てる？あ、撃てるね、これ。やば！やばすぎでしょ。あ、でもリロードすると戻ってしまう。誰かが助けに来てくれて嬉しいんだけど。あー、来てくれてる！この女の子。みんな来てる。みんな来てくれてる。君たち目の前でさ、止まってない。助けて。早く出たい。ねえ！なんで助けてくれないの？ひどい！チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。